はい、こんにちは、いとっちゃんねるです。11月27日かな、日曜日、皆さんね、いかがお過ごしでしょうか。日曜日ね、楽しく過ごしてますかね。僕はね、今日はサッカーの応援をね、したいなと思ってます。ワールドカップのね、コスタリカ戦がありますので、今日の夜ね、どうなるのかな、なんて言ってね、見ていきたいな、なんて思うんですけども、まあサッカーってね、まあ、我々が、まあ僕の世代とかはね、結構キャプテン翼、ちっちゃい頃ね、キャプテン翼やってて、まあめちゃくちゃ流行ってましたからね、サッカーね。で、大体みんなそこでサッカー小僧が出て、必殺シュートとかできたりね、いろいろね、自分なりに必殺シュートとかアレンジしたりみたいなことがあって、で、うちの兄貴もね、結構そのサッカーにドハマりして、まあそれに連れられて僕もね、サッカーよく遊んでたんですけれども、まあ近所の公園とか行くとね、いろいろサッカー小僧がいて、まあその中でなんか10人とか15人ぐらいで集まってね、みんなでサッカーの試合やったりとか、知らない子供たちだとかね、遊んでたりしてたんですけど、その中でね、僕の友達のね、お父さん、がね、結構ね、その、子供の面倒見がいいというか、っていうところで、まあその子供たちに混ざってね、いろいろサッカーを教えてくれるお父さんがいて、まあ、そこでね、一緒にいろいろ遊んだなぁなんてお父さんとね、その友達のお父さんなんですけどね、いろいろ遊んだなぁなんて思って、一試合やるとね、みんな疲れてぐったり休んでいる時に、そのお父さんがね、まあもうみんな遊んだ後になんかジュース買ってくれたりしてね、ね、みんなおごって、まあ知らない人じゃないんでね、別におごってもらってたりしてね、楽しい思い出がいっぱいあったなぁなんて思うんですけれども、で、それがね、またね、小学校時代僕そんな感じだったんですよね、サッカーやって遊んでたりするんですけど、で、中学校時代になってね、ちょっと一旦サッカーブームが一旦溶けて、で、まあその後また J リーグブームって来るんですけれども、で、そのサッカーブームが一時期、ちょっと、穏やかになった時にね、その、近所で、遊んでくれてた友達のお父さんがね、なんかね、他の趣味をなんか見つけたらしくて、なんかいろいろ励んでるんですけれども、励んでたんですけど、そのお父さんがなんか刀にね、ハマったらしくて、なんかいろいろなんか庭かなんかで刀を打ってて、刀を打つみたいなのをね、庭かなんかやってて、それは通報されてなんか銃刀法違反かなんかで捕まってましたね。僕のね、友達の。で、急遽ね、その友達が引っ越しちゃったみたいなことがね、あったりしたんですけど、そんなね、いろいろね、闇があったなぁなんて今思えばね、いいお父さんだったんだけど、銃刀法違反で捕まっちゃってね、なんかちょっとそれを思い浮かべながらね、今日は応援していきたいなぁなんてね、そんな感じで、今日は頑張っていきたいなと思っております。はい。で、今日はね、何するかというと、こちらの AOK ゾイがね、やっと発売されました、みたいなのがね、僕の耳にも入ってきたんで、今日はゾイやります。非常にね、UMPC の中では多分、数々買ってきたんですけれども、一番いいんじゃないかなと思います。ただ、指紋認証ないとかね、顔認証ないとかあるんですけれども、まあそこあんまり僕気にしてないんでね、認証そもそも、スマホですら指紋認証は僕解除してますからね、落としたら終わりなんですけど、まあ落とさないだろうと思ってね、認証系一切全部解除して使ってるんですけど、あんまりね、そういう指紋認証とか僕こだわりないんでね、そういうのはついてないんですけれども、本当にね、使い勝手のいい UMPC だなと思ってます。で、今日はね、こちらの AOK ゾイでね、バトセラ、ここにね USB メモリー入ってるんですけど、ここにバトセラが入ってますんで、そのバトセラを起動して、3DS 動かそうかななんて思っております。どれぐらい動くかなっていうのもありますので、動かしていきますので、じゃあね、早速やっていきたいと思います。はい、じゃあ早速こちら動かしていくんですけれども、こちらのね、バトセラなんですけれども、バトセラどうやって起動するかっていうと、これ以前もね、お話ししてるんですけど、AOK ゾイって OneX プレイヤーとほぼ一緒になります。なので、ここにね、音量ボタンあるんですけど、音量ボタンのプラス側ですね、ちょっとフォーカス合わないですけど、このプラス側、ね、音量上げる方のボタンと、ホームボタンですかね、ホームボタン。を同時押し、で、この状態で電源をオンにします。そうするとね、AOK ゾイの文字が出てきます。はい、出てきます。で、じゃあ離してあげてください。そうするとこんな感じで起動するんですけれども、このままの状態だとね、コントロール効かないんで、ここですね、キーボードのボタンがあるんで、これ長押しでキーボードモードに切り替わります。はい、切り替わりましたね。で、そうするとこんな感じで動きますので、まあ、ここですね。
これが USB になってます。で、こいつここでスタート押してあげてください。そうすると、パトセラが起動しますと。いった感じのステップになってますんで。まあ、ちょっとね、結構複雑なんですけれども、まあ、慣れですかね。はい、慣れです。プラスボタンとホームボタンで、同時押しで、起動といった感じで、BIOS 画面出てくるんで、そこで、どれを起動しますかっていうような、感じに設定してあげてください。はい、起動しましたね。で、今日はね、こちら 3DS 遊んでいくんですけれども、まあ、画面がね、どうしても、ここ、両サイド、切れてしまいます。ここね。で、なんかね、画面設定とかでどうにでもなるのかなと思ったんですけど、ちょっとね、僕今のところ直せてないです、これね。ちょっとね、直し方分かったら後でやりますけれども、今の段階でちょっと今日この段階で進めていきます。とりあえず動くんでね。はい。で、スタートボタンを押すと、こんな感じのシステムメニューが出てくるんですけど、今のね、この状態、初期設定だと、画面が切れた状態で、ここの部分だけでね、画面表示されちゃうんで、それをまず直すんですけれども、システムのね、ここですかね、ゲーム、画面モード、ここをね、1200×1920 で 60Hz にしてあげてください。あと、ゲームの比率をフルモード。なんて、いろいろあるんですけれども、まあ、フル画面でやりたいんで、僕ね。フルモードでやると、フル画面で、全画面で表示されるようになりますんで、まあ、この設定でね、動かしていただければなぁ、なんて思います。じゃあね、早速、3DS ね、動かしていきたいと思います。はい、じゃあまずね、今日はニュースーパーマリオブラザーズ2を動かしていきます。まあ、画面がね、こんな感じで2画面になってるんですけれども、ホットキープラス、これちょっと今日外部コントローラー使うんですけど、ホットキープラス XY とかでね、こうやって切り替わります。ホットキープラス X でこんな感じでね、切り替わりますんでね、好きな状態で遊んでいただければなぁなんて思います。で、あとホットキープラス Y でね、画面の左右切り替えれますんで、好きな画面で、メイン画面とサブ画面をね、こうやって切り替えることもできます。はい。ね、今日はね、外部コントローラーでね、そちらも含めて動くかなっていった感じで遊んでいこうかなと思います。まあ、僕メインでこの画面でいつも遊んでますんで、こちらで行きたいなぁなんて思います。いいですね。ちょっとね、音飛ぶときあるんですけど、まあ、これ前以前セーブしてた、セーブデータになります。いいですね。画面ブレないんでね、こうやって固定で遊んだ方がね。はい。こんな感じでね。いいですね。よいしょ。これがね、走れば走るほどコインが溜まるっていう。いいですね。おー、気持ちいい。ボロボロブラザーズ2ね。まあ、ニュースーパーマリオブラザーズ2はね、やたらコイン取れるっていう。これもね、コインがね、あれですね。コインがやたら取れる。あ、倒しちゃった。ね、で、よし、これもまたこうやってね、コインがね、ずーっと続きます。こんな感じの、トリックがね、いろいろある。コイントリックが多いんですよね。すごい気持ちよく遊べるゲームかなぁと思ってます。よいしょ。よいしょ。まあ、あまりね、上手じゃないんでね、マリオ。おぉ。よいしょ。まあ、結構そんなにね、止まることないですね。当然ゾイって結構、スペック高いんでね。こんな感じで。しっかり遊べるかなと、思います。よいしょ。よいしょ。おー、危ない危ない危ない。これ上から降ってきた。よし、これでいけるかな。ワンナップキノコですね。おー、上に行けますね、今度ね。いろいろトリックがあって楽しいですよね。ステージに。おー、上ちょっと行ってみましょう。豆の木の上行ってみましょうね。うわー、めっちゃ落ちてる。これ何ですかね。あ、これあんまり取れない方がいいかもしれないですね。これを。やばい、落ちちゃう、落ちちゃう。よし。難しい。難しい。全然上行けない。上行けない。下手くそすぎる。上行きたかったんですけどね。まあ、こんな感じで下を見ていきましょう。青いコイン取りたかったんですけどね。なんかね、こういう、またね、キラキラモードになりました。よし。やばい。タイミング合わない。タイミングが。やばいやばい、逆にやってうまくいかないっていうね。ありますよね。なんかね、画面見ながら、スマホの画面見ながらやってたもんでね、ちょっとね、タイミングが合わないんですよね。よし、で、いいかな。まあ、こんな感じでね、3DS もね、大画面で結構楽しめるんでね、いいんじゃないかななんて思います。うん。
いいですね。ちょっとじゃあ次のゲーム行きましょうかね。マリオもね、結構面白いんで。はい。ずっと遊んじゃうんでね。はい。次のゲーム行きたいと思います。はい。じゃあ続きまして、同じようにマリオなんですけれども、3D ランドの方ですね。このゲームがね、結構重たいんですけれども、まあ、ゾイだとね、全然問題なく遊べるかなといった感じです。これもね、途中まで遊んでますね。ステージ1クリアしてますね。ステージ2からね。っていうところで、まぁ、ちょっとこういうデモがあって、まぁ、見ての通り、全然問題なく遊べるんですけど、ピーチ姫はね、こんな感じで。あ、クッパがあるんですね。ピーチ、いたずらされてるところじゃないですね。やばいやばいっつって、戻んなきゃっつってね。っていう感じになってますね。こんな感じで、ピーチがちょっといたずらされてる写真を想像してたんですけど、僕の中では。クッパそんなね、子供向けゲームだからそんな、大人的なことはやらないですね。はい。めっちゃ快適ですね。はい。よいしょ、よいしょ、危ない。今ね、チビマリオなんでね、早めにちょっと、こうパワーアップアイテムを取って。はい。ベニテングダケ食べましょう。美味しいらしいですけどね、ベニテングダケね。毒キノコだけど美味しいっていうね。美味しい毒らしいですよ、ベニテングダケだけはね。最近ベニテングダケ食べる動画をやたら見てるんですけど、まあ、これ倒せないな。あ、倒せました。踏めましたね。おっとっと、ちょっと待ってよ。あ、やばい、落ちちゃった。全然いいとこないですね。普通に落ちちゃいましたね。はい、もう一回行きます。よいしょ、ポコッと。うん。こんなね、慌ててやるからね、意外に楽しかったりするんですけどね、このね、スピード勝負でね。こんな感じでね。ここのね、宝箱、ここの宝箱、これからちょっと気になってましたね。これは、また、葉っぱですね。よし、ちょっとね。間に混じって本物がいるっていうね、そこの罠にしっかりかかりますからね。よし、これも、ビヨンビヨンといけるかな。ビヨンと。ね、こんな感じで。おお。まあ、わざわざね、DS のソフトをね、3DS の、ソフトをわざわざゾイで遊ぶかっていうとね、もったいない感じますけどね。はい、こんな感じでいけます。よし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 。ポコッとね。結構ね、3D ランド面白いんですよね。今遊んでも。よくできてるマリオだと思います。あれ？あらあらあら？どこ行くの？あ、こっちですね。よし。お、また飛びましたね。また、ビヨーンと。よいしょ。よいしょ。という感じで、かなりね、しっかりちゃんと、よし、取れましたね。いけるかなといった感じですね。よし、はい。で、こんな感じでね、ちゃんとゴールありましたね。これなんか上に行けそうな感じ。普通にゴールしてもあれなんですけど、なんかパックンフラワー、これ倒すとなんかあるのかな？なんもないっすね。あ、これか。これ押すと、いろいろこれでね、トリックが出ますんで、これで、ビヨーンと行った後に、ここで、あー、おしゃ、あー、ダメです。難しい。もういいや、ゴールしちゃえっていうね、感じになりますね。はい。こんな感じでね、結構楽しめるんで、面白いですね。3D マリオね。もうサックサクに動いてますんでね。非常にいい感じかなと思います。いいですね。はい、じゃあ続きまして、ゼルダ無双ハイラルオールスターズになります。まあ、重たいよね。このゲームね、重たいんですよ。過去にね、何回か動かしたんですけれども、カクカクしたりします。これをね、ちょっと今日動かしていこうかなと。まあ、AOK ゾイさん、結構ね、優れてますので、まあ、こちらを動かしていくんですけど、ムービーもね、サクサク動きます。いいですね。ハーブがね、似合いますね。美女とハーブっていうね。やっぱブサイクな人がハーブ弾いてるイメージないですからね、もうね。ね、ハーブも溶けちゃってね。あーっつってね。もう美女がこう液体まみれになるっていうところがいいですよね。あ、インパ様ね。インパ、悪い夢でも見たわ、見たのは、みたいな。なんか、良くないことが起ころうとしてるのかもしれませんみたいな。フォントがね、ちょっとね、まあ 3DS なんでこのフォントになっちゃうんですけど、良くないことっていうね。いや、いいですね。女性のネグリジェ姿ね。いいですね。スッケスケのね、もうほぼ下着というか、もうほぼ裸に近いような姿で似てるんでしょうね。裸じゃないですかみたいなね。うちの会社のね、女の子もね、時々なんかちょっとセクシーな服着てる時があるんですけど、もうほぼ裸じゃないですかって僕言って、ね、友達に言ってましたけどね。あの服装ほぼ裸ですよみたいな。
ね。ちょっとね、体のラインがピチッと出るね、なんかこう、イケイケの服着てる方いるんですけどね。ほぼ裸ですよね。いいですね、リンクくんね。もうイケイケなリンクくんですね。もうトゥーンリンク好きなんですけどね、あのアニメ調のね、トゥーンリンクが好きだったりするんですけど。あ、いいですね、ここで。恋に落ちるんですかね。ちょっとやっぱりね、ここはやっぱり音声入れてほしいよね。まあ、3GS なんでしょうがないんですけど。すぐに戦いの準備を。剣でかいですね。王女様じゃねって言ってますね。なんであんなとこにゼルダ姫がね。まあ、ゼルダのね、姫もなんかこう、回を重ねるごとにいろんな姿のね、姫がいますよね。はい。まあ、これゼルダ無双また別の世界線みたいな感じになってますけど。はい、まあ、こんな感じでちょっとね、飛ばせるんでスキップしていきましょう。でもこんなムービーに突っ込み入れてもね、あれなんで実際のゲーム画面の方に行きたいと思います。どうしてもね、いろいろ突っ込み入れたくなっちゃうんでね。はい、こんな感じでね、いいですね。まあ、3D 機能はさすがにないですね。そこはね、しょうがないんですけど。まあ、3DS も最後もう 3D 機能ほとんどいらねえなっていう、ね、感じでしたけど、一時期 3D ブームっていうのがね、テレビにもありましたけど、今もう 3D のね、テレビとかもほとんど売ってない感じだと思います。こんな感じでね、いいですね。めっちゃ気持ちいい。全然こう、遅くなる要素ないですね。サックサク動いてる感じがします。前はちょっとモソモソしてたりとかね。うん、敵キャラのね、掃除にちょっと制限があったりとかもあったんですけど、結構しっかり出ますね、こちらね。面白いですね、ゼルダムス。下のミニマップで、ほとんど隠れてますけどね。まあ、視力との戦いですね。まあ、大きくすることもできるんで、こうやってね、やるのもありかなと思いますけど。あ、どうも。必殺を使っちゃいました。まあ、ちょっと下のね、マップ画面見ながらやるっていうのも、いいんじゃないかなと。まあ、もうワンタッチで切り替えれるんで、ここら辺は。すごい遊びやすい環境かと思います。いや、ムービーですね。いいですね。まあ、ムービースキップしてもいいんですけど、まあ、ちょっと見てみましょうかね。ここのね、このムービーがね、ちょっと重たかったりするときあるんですけど、はい、こんな感じで。あ、気持ちいいですね。よし。またやっちまいましたね。ボタン間違えましたね。何もないところで使っちゃいましたね。まあ、こんな感じで、ちょっとね、マップ見ながら、誰助けなきゃいけないみたいな。これね、一人プリよがりでダメだよね。あと、この仲間助け合いながらやっていかないとね、自分は大丈夫でも仲間死んじゃったりするんでね、ゲームオーバーになったりしますので、要注意ですね、無双シリーズは。こんな感じで進めていくイメージがありますけれども。まあ、見ての通りもサックサクです。ほんとサクサクですね。もう実機よりサクサクじゃねえかっていう風に感じますけどね。画面綺麗だし。うん。なんて思いますけどね。目的地ですね。次の目的地、ここに行ってくださいっていうことで。なんだかんだね、自由と見せかけて、いろいろね、制約があるっていう。ちゃんとね、行くところが決まってるんですよっていうようなゲームですね。ここに行くと、またね、新たなる、領土が。いいですね。またちょっとムービー見てみましょう。大画面で見えますね。どっちもね、セレクトボタンと、セレクトボタンとホットキーね、同時になってるんで、そういうキップしますか画面が出ちゃうんですよね。はい、こんな感じで。いいですね。注目しながらやっていってください。注目してみましょう。炎の剣士みたいな感じですね。あまりにも強い。いいですね。今遊んでも面白いですね。怒らせたな。なんか でっかい手出てきましたね。シャイニングフィンガーですかね。で、インバ様もね、今度切り替えて使うのかな。いろんなキャラが出てきて、切り替えながらね、ステージを攻略していくっていう感じのゲームですね。ああ、やばいやばい。絶対爆発するやつやん、みたいなね。
大丈夫ですね。重たいところなさそうですね。もう炭になってしまいましたね。ちょっと安心して油断しているんだけども、お、光ってますね。どういうことみたいな。お前はやはりみたいな感じの。いいですね。いいですね。なんか目覚めましたね。なんかこういうね、覚醒するシーンってね、いつもなんかいいですよね。なんか、ヒットポイントあるよ、みたいな。いろいろね、ちゃちゃ入れてきます、ね、チュートリアルがちゃちゃ入れてきますね。昔、ちゃちゃっていう、なんかグループいましたよね、っていう。あ、倒しちゃったかな。はい、こんな感じで。あ、気持ちいいですね。あ、いますね、こちらね。まあ、体力も注意してねって言って。いいですね。まあ、こんな感じで結構しっかり遊べるかなと。もうめちゃめちゃ出てくるな。もう、チュートリアルうざいですね。はい、こんな感じでね、しっかり動くかなと。思いますんでね。ぜひとも、ジグザグ走。面白いですね。うん。本当にね、実機よりサクサク動いてる感じしますけどね。本当いい感じになってるかなと思います。はい。じゃあ次のゲームいきたいと思います。はい。じゃあ続きまして、戦国無双クロニクルセカンドになります。で、このゲームはね、オリジナルのキャラクターを作って、まあ、戦国キャラクターといろいろね、絡み合っていくっていうような話なんですけれども、いろいろね、イフのストーリーが楽しめるっていうかね、どっちに加勢するかっていうのでね、歴史が変わったりっていうところがね、楽しめる、ゲームになっております。まあ、3DS 版ね、表示キャラクター少ないんですよ。無双だから、わらわらしてるのが楽しいゲームなんですけれども、まあちょっとね、残念ながら 3DS 版はね、処理の関係でわらわら感があんまりないといった感じになっております。でもね、一応結構楽しめるゲームだと思いますので、でどちらかというとビータでも出てるんで、ビータ版遊んだ方がね、クロニクルは面白いかなと思うんですけど、まあ、無双演武でいきたいと思います。僕の結構好きな、いいですね、こんな感じでね、オープニングがかっこいい。時は豊臣秀吉の手により天下が統一され、いいですね、太平の世を謳歌する慶長の頃、平和な時代ですね。天下人豊臣秀吉の命で豊臣家と徳川家の将が召集される。豊臣家は石田三成、東堂高虎、ねね、もうキャラクターがもう美男美女ばっかり。本田忠勝忠勝もいいですね。半蔵先生もいますね。いずれも秀吉と家康が愛を注いだ名将揃いである。ほんとね、こうかっこいい顔だと入ってきますよね。豊臣方と徳川方に分かれ、壮大な模擬戦が行われようとしていた。いいですね、壮大な感じがしますよね。序章合戦指南、こんな感じでね、いいですね。ほんと一番最初ですよ。テープ、データ出したんだけども、一番最初のとこですね。はい。まあ、こんな感じで、試合前にいろいろなキャラクターとこうやってね、話しながら。太平が長う続いたね。戦のやり方を忘れとる奴もおるじゃろ。今日は、模擬戦をやって、戦闘方法を思い出してほしいんすよ。チュートリアルに近いですね、これね。しかし、雪の日に模擬戦とは、風でも引かれたら面倒です。髪の毛どうなってんだっていうね。すごいですね。もっさもさもんつけてますね、石田三成ね。みんなイケメン。あ、ねねちゃんかわいい。だって忍びだもん。ねねちゃんもこんな雪の中でこんな薄着大丈夫みたいなね。なんという寒さだ。今はただ耐えねば。そうですね。家康さんがもうね、もう尿ちびってますけどね。寒くて。ピリッとくるねっつってね。もう尿漏れの始まる年齢ですからね、あの見た目だとね。ピリッときますよね。はい。じゃあ行きますね。はい。じゃあね、これ、あーっていうのがね、僕の、作ったキャラクターです。で、その石田三成とねねとね、東堂がいますけれども、こんな感じでね、行ってて、まあ、ちょっとね、画面ちっちゃいんであれなんですけど、こんな感じで操作キャラ変更とかできますけれども、まあ、とりあえずこのまま戦闘開始しましょう。特に装備整えることなく。よいしょ。
これでちょっといきたいと思います。まあ、チュートリアルなんでね、最初キャラクター本当に切り替えながらやっていくっていうのが本筋なんですけれども、本当に一番最初だからまだ相手は平和本当に完全に練習ですね。練習台で切られるこの人たちってね。で、キャラクターやっぱ少ないめですよね。やっぱ 3DS だから。まださっきのゼルダ無双の方がね、多かったりしますけど。こんな感じで。オリジナルキャラをね、こうやって操作しながらやっていきますと。いった感じですね。で、ここに米俵があったりするんですけど。突然キャラクター現れたりするのがね、3DS あるあるですね。なんとか撃破して。鳥元忠を撃破してくださいみたいな。こんな感じですね。一応ね、切り替えもできるんだけれども、まあ今できないですね、今ね。今、アナログスティックの方で、タッチパネルにも操作できるんですけど、今まだね、チュートリアルでできる状態じゃないと。で、鳥居さんがどこにいるかですよね。あ、いましたね。ここに敵がいますね、敵将がね。よし。まあ、ほんと穏やかに、ひさざをね、かましながら。どんだけ切るんだっていうぐらいね、切ってますけど。こんな感じで。まあ、模擬戦なんでね、こんな感じでミッションをね、完成させながらやっていくんですけど、結構ね、ほんとね、イフのストーリーが面白かったりするんでね、このほんとこのシリーズはしっかり遊びたいなっていうのがありますね。あと銃も使いますね、今回ね。稲姫を撃破しちゃって、女性に手あげるのちょっとね、気が引けますよ、みたいな、ところはありますけどね。はい、どんな感じで、切り替えてくださいって来ましたね、キャラクターね。しっかり戦い方を覚えて、実戦に活かすんじゃぞ。みんな、頑張ろうね。キャラをね、移動させてくださいって来てるんで、ちょっとキャラを、クリックをちょっとしておきますね。これタッチパネルも使えるんですけど、こんな感じで。切り替わりましたね。タッチパネルはね、アナログスティックの右側のアナログスティックで動かしますので、こうやってね、いけます。で、この稲姫をね、倒しましょうと。本田忠勝の娘かなんかでしたね。いいですね。稲ちゃん可愛いから、もうあんまり切りたくないんだけどね。見ててめちゃ、これもね、また可愛いとこですね。ド M にはたまらない、イナちゃんに切られちゃうっていうね。あ、いいですね。絶対寒いよっていう。はい。こんな感じでね、ミッションをこなしていくゲームなんでね、結構面白いかなと。無双もね、そんなにわらわらなくてもね、結構楽しめるゲームかなと思います。いいですね。ネネちゃんですね、今度。ちょっとネネちゃんいじりたいですね。まあ、ネネちゃんに切り替えました。で、こんな感じで、忍者なんだよね、忍者は。あれ、秀吉の奥さんかなんかですよね。忍者かわいいね。はい。やめ時がわかんなくなっちゃいましたね。これがターゲットですね、これは。はい、こんな感じですね。こうやって、次々ね、切り替えながら戦っていくといった感じのゲームになってますよね。面白いですね。はい、っていう感じでしっかり動くかなと思います。はい、ということで本日はね、AOK ゾイでバトセラの方をね、動かしてみたんですけれども、その中でも 3DS をね、ピックアップして動かしてみました。いかがだったでしょうか。まあね、定番のマリオ、ゼルダから、スーパーロボット対戦とかね、戦国無双とか動かしてみたんですけれども、まあ、どれもちゃんと動くかなといった感じです。もちろんね、動かないのもあるとは思うんですけれども、かなりね、安定して 3DS も動くかなといった感じです。名作がね、結構多いんで、まあ 3DS でそのまま実機で遊ぶのもいいんですけれども、ぜひね、こういうエミュレーター関係でね、遊ぶのも、これはこれでグラフィック綺麗になったりとか、大画面で遊べたりっていうところは、そういうメリットがありますんで、ぜひともね、導入してみるのもありなんじゃないかな、なんて、思います。はい。で、こちらのね、AOK ゾイなんですけれども、私はね、クラウドファンディングで手に入れたんですけれども、普通にね、今、ハイビームさんで購入することができます。ぜひともね、ハイビームさんのホームページからね、ご購入検討してみてはいかがかなと思います。この動画のね、概要欄にリンクつけておきますんで、別に提供とかじゃないんでね、ぜひ好き勝手、購入したい人は購入していただければなと思います。結構僕おすすめできる、UMPC かなと思います。コスパがいいってよく言われてます。
ね、軽いし大きさもすごくいいしっていうところでね、コスパがいい、UMPC と言われてますんで、僕もまあ、ね、いい方だなと思います。まあ、無駄な、ね、指紋センサーとか除外したってね、そこの部分がコストに反映されて安くなってるのかななんて思います。ぜひとも、検討してみてはいかがかなと思います。はい、ということで本日はこんな感じでね、動作検証を終わろうかななんて思ってるんですけれども、まだまだね引き続きいろいろやっていきたいなとも思ってますので、チャンネル登録およびグッドボタンを押していただけると嬉しいです。あとね、レトロイドポケット3かな、あるんですけれども、レトロイドポケット3プラスっていうのがね、今も発送されてます。で、到着次第ねやっていこうと思ってます。ちょっと電源オンにしちゃったんですけどね、はい、ぜひねやっていこうと思ってますので、今一番多分ね皆さんの関心があるのがレトロイドポケット3プラスなんじゃないかなと思ってます。ね、届き次第、動作検証していきたいなと、あ、今起動しちゃいましたねはい、っていう感じでやっていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。いとっチャンネルでした。また次の動画でお会いしましょう。